ニオコンニュース第2部です。今週は影虎終焉の地サメ川城麓にあります飛騨歴史の里案内人青山です。高橋がお送りします。いやー雪いっぱい降ったねやー。この公園もエッセに積もって、一番ね多い時でも2メーターぐらい積もってて、そんでもね春にオープンできるかの心配で週に1回寒時期入って見に来たんだけど、まあ気候が寒いからね全然溶けてないんだよ。だけどもう心配で心配で、でも本当に時期が来れば溶けるもんなんですね本当にね。あの溶けた先からこういう風に可愛い片栗が咲いてくれてるんですよ。いやーいつもならねゴールデンウィークにはもう終わってるんですよね、この片栗。でもね今年はその頃が一番見ごろだという話になってますね。それで群生この飛騨歴史の里は群生地としても全国的に有名になってきてます。その群生地、私たちのおすすめスポットが3カ所あるんですね。3カ所の一つ、東東条道は道がサメ川城まで続いています。それでその道の周りがすべてカタクリの群生になってますね。今回ガイドブックとして妙高山野の植物という本が妙高市から刊行されました。こちらに載ってるカタクリ、こちらがあの東東条道からの風景になってます。私が名付けたのはカタクリの小道という題名になってます。このやっぱり小道の周りがすべてカタクリで埋め尽くされてます。もうそれは見事になってますね。ぜひおいでください。もう一箇所、天神堂古墳群という場所があります。そちらはバイパスから入っていただいてすぐのところなんですけども、そちらは時期になると桜の花とカタクリの群生が一緒に見られる特別な素晴らしい眺めになってます。もう一つ、観音平古墳群、そちらの方は三陸線沿いにありますけれども、上越市の方へ向かっていただいて左側に小さい駐車場があります。そちらに車を置いていただいて階段を数段上がるだけでカタクリの群生が見られますので、お年寄りとか足の悪い方でも気軽に見ることができますので、ぜひシーズンにはおいでください。お待ちしてます。